現実原則を超えてフロイトの学説のこの基本原則をめぐって精神分析学科の第二の世代はその負債と義務と明確にすることができる。精神分析の方法に精通している我々30年代の精神科医や心理学者にとっては精神的な進歩の妨げになるようなそのまたそのようなものとして探究の過程における熟慮された選択というよりは むしろ密かな感情的不和を表に向きにしての天候は今は問題の枠外であるあれこれ議論された立場に対して忠誠を尽くそうとする道徳的な誘惑が既存の所轄に対立して行われる施策の経済的な誘惑と一つになるのであるが我々としては代償の曲がり方のところであまり頻繁に差し出されるこうした魅力がなくとも精神分析のためには惜しいとは思わない。 新しい心理学は精神分析に対して単に市民権を認めるだけでなく一方において分割された諸学説の進歩の過程の中で絶えずそれを裁断し直しながらその先駆者の道の意味を明らかにしている。そこで我々はこのような自由な表現を多めに見過ごして精神分析の第二の世代と呼ぶたいようなものが精神分析に近づきつつあるといってもそれは正常な接近法に従っていると言えよう。 我々が精神分析に映し出す道筋を示すために本論において明らかにしたいと思っているのも、この接近法に他ならない。1. 心理学はその対象の相対性が欲望の諸事実に限定されているとはいえ、フルートによって据えられるとき、科学として成立する。連合主義批判フロートによる革命はあらゆる革命の場合はそうであるように、その時代の諸状況の言い換えると、当時支配的であった心理学の意味合いを担っている。 ところで当時の死に薬についてのあらゆる意見はそれが主張されている初期録の解釈というものを前提としているここでは我々が要点と考えている批判の契機を広げるためにここの基本的な研究に対して少なくとも一時的に信用売りを許可してくれるように要求しこの論文の範囲を限定したいと思う実際に例えば我々が認識に関する事実の研究そのものの中で歴史的方法を優先させることの正当性を認めたとしても そのことによってこれらの事実の価値の問題を提起するような本質的な批判から免れるための口実にすることはできないのであるつまりこのような批判は諸事実の含んでいる反省的一面のゆえに歴史の中で与えられた二次的な秩序の上に基礎づけられていてこの方法によって獲得されるさまざまな事実に内在的な性質を持っているから我々の場合で言うならばたとえこの方法が問題にされている諸形式のそれぞれに対してそれが単に自ら自認しているところを要求しているにせよ やはり学説と技法とかだ。こうして19世紀の末に自ら科学的であると称しその客観性を持った道具立てとか公然と有物論を表明していたことなどによって反対者の目さえもくらませていた心理学に単純に欠けていたものが実証性であってこのことが根本において客観性や有物論を排除するのを見ることになるのである。 実際にこの心理学は精神現象のいわゆる連合主義的な概念に基礎を置いているとみなしておいがその理由はこの心理学がこの概念を学説の中ではっきり表現しているからではなくてそれが常識から来る諸事実として問題の一時態の,の中で問題を決定してしまうような一連の口順をそこから受け取るからである。おそらくそもそもの最初からこの心理学が諸現象を感覚知覚心証信念論理的作用判断などに分類した枠は そのままスコラ的心理学からの借り物であったわけであるしこの心理学自体がまたこうした枠を哲学の幾世紀にもあたる丹精から受け継いでいるのは明らかであったろうそこで認めなくてはならないのはこうした枠が心,心理的現実の客観的概念のために作られたのではなく単に一種の侵食者作用の産物であって結局ここで見られるのは自己認識を目的として人間をある真実保障の探求に向かわせる 特殊な努力の優位変転だとということである。そしてこの「保証」とはつまりその位置によって超越的な性質を持っていてたとえ哲学者がその存在を否定した場合でもその形式の中に依然として永続するものなのである。このような探究の奥こぼれとしての諸概念を引き留めているのがは超越性を持つ同じ浮き彫りの中のどのようなものであろうか。そこにおいてこそ連合主義や心理学の対象の構成そのものの中に持ち込んだ 非実証的なものを明らかにすることができようこのことを今の段階においてはっきり見分けることの難しさは一つは現在の心理学がこれらの概念の多くを保持していることもう一つはどのような科学にあっても諸原則の順化が完了するのは一番最後であることこのことを思い起こせば理解されるであろうしかし論点先取りの語尾はその都度その都度理論の定留所に特徴的な性格を与えている。こうした問題の一般 経済の中に現れるこうして時間の交代を助長するものが全体にわたって考察された場合連合主義が我々に対して白日のもとにさらすのはその上学的なな矛盾なのである我々は現代のいくつかの学科の理論的基礎を成している部分において多少とも正当な理由を持って実在機能と定義されている概念とこれとを単純に対照してみせるために連合主義の理論は真実機能に支配されているのだと言いたい。 この理は、1つは機械論者の言うエングラムの概念もう1つは経験によって与えられるのだと誠しやかに受け取られている精神現象の連合的連関の概念である最初の概念は精神身体的な要素を示すための柔軟性に富んだ用語であるがただ一つのしかも基本的な仮説つまりこの要素の自動的生産の仮説を導入するこの学科が 党ののの要素の原子論的な性格といいう過程を付け加えているるは注目されるべきであるこの派の支持者たちに経験的な諸事実を通過させてしまうという点で彼らの視野を制限していたのも実はこの過程なのであるがこの経験的な諸事実とは主体の活動が形態の組織化の中に現れてくる場所でありまた一方では唯物論者の解釈に非常にうまく一致するので後になるとその発明者たちは別なふうに想像することさえもしなくなってしまった諸事実である。 2番目の連合的連関の概念はどうかというとこれは生きている人間の反応という経験の上に基礎を置いているとはいいものの論点先取りの誤尾が何らかの仕方で批判されることもなしに精神諸現象にまで封鎮されるのである。この概念は論点先取りの誤尾を正確には心理的予見から刈り受けているのであるが特殊的には類似の心理的形態をそれ自体において分析するのは非常に難しいけれども。 既に与えられたものとして前提とするような連関から借り受けている。このようにして説明的な概念の中に説明しているといわれる現象の予見自体が導入されるのである。ここで問題にされるのは全くの概念の手品であってそれが無邪気だからといって君の争いに対する弁解にはならないしジャネのような人が強調したようにそれは一つの学観に固有の全く精神的欠陥であっていつも理論の曲がり目のところで使用される負け戦ともなっている。 ある種の分析の必要性というものがあって、これにはおそらく若干の鋭敏さが要求されるのであるが、しかしこれがないと信念学のあらゆる説明が無理項になってしまう。そしてこれは検証学的分析と言われる。そのような分析の必要性がすっかり忘れ去られていたものはあり得ることだ。しかしそう言ってみても無駄なのである。したがって客観的と自称する一視学問の発展過程におけるこうした欠陥の意味するものは何であろうか、と問わなければならない。それはある批評家の言うように有物論のせいなのであろうか。 いやもっと悪くそもそも心理学においては客観性そのものが現れてくることができないのだろうか。連合主義の理論的欠陥は哲学的観点から見た認識の問題がその構造の中でどのようなエッジを与えられているかそれを知るならば明らかにされるはずである。実際にこの問題に対する伝統的立場はロックのいわゆる経験主義の言葉の最初の偽装のもとに受け継がれてきたために学説の基礎を成している2つの概念の中においてまともにそれが発見されるのである。 つまりあらかじめ感覚の中にあったようなものは知覚のうちには何もないという命題のもとに現実の活動を神話的な純粋感覚の尺直点に還元するような言いきえると何もそこにおいては認められないのだから結局は認識の盲点でしかないそういうものに還元するような悲観の曖昧さがあるさらにそれが知覚それ自体を別としてのうちにおいて明らかにされているにせよ否にせよ純粋精神が同一化の各べからざる命令によって 対象を確立すると同時にそれと認めながら認識の真実の時点を構成するのに応じて不完全な命令の弁証法的な矛盾としてこの純粋精神の優位性をますます強力に押し付けてくるような批判の曖昧さがあるこのこれがエングラムの原子論的な概念の起源であってこのことから経験について見た場合のこの学説の盲目的な性格が生まれてくるまた一方連合関係は批判を受けることがないといえ その矛盾からしてここに認識という現象についての本質的に観念論の性格を持つ理論を生み出すのである。法典は素朴な言物論を意図していた学説の中ではっきり逆説的なことであるけれどもこれに幾分なりとも体系的な説明を与えようとすると言い換えればその概念に固有の緊密性に即した説明を与えようとするとすぐにはっきりと現れてくる。程度の説明は通俗解説家のそれであるが筋が通っていてこの点についてなかなか得難いものである。 我々はここで認識の現象についての一つの構成を追うことができるのだがそれによると要素とされる諸反応の複合より上位にあるさまざまな活動をこの構成に還元しようとする構想が認められそのことから結局は要素とされるさまざまな反応の示唆的標準を上位のさまざまな活動の検査のうちに求めようとしている。この逆説を十分によく理解するためにここでちょうど申請幻覚の場合と同意場合と区別なしに。 格についいてて与えられれるるな定義を参照されるとうとも超越論的弁償法から借用された概念の力道論とはこのようなものであって連合主義侵入薬はそこに基礎を置こうとして失敗しているそしてこのことは党の侵入薬がそれらの概念をそこに当然含まれている反省を抜くにして受け取ったために対象を実証的な言葉で構成するという目的にとってはなおさら不幸であったつまり現象が市民の結果として定義されるや 現象はそそののののの概念構成作用そのもののうちににおいて価値の分類に復するるわけであるこのような一介制度は我々が既に見たように現象の客観的研究を認識自体におけるこれらの現象の効力という点に関して無効にしてしまうだけではなく一切の心理的要件を自分の投資図のもとに従属させてしまうことによってその分析を狂わせるしまたその意味を貧しくしてしまうのである。 それゆえ、連合主義心理学は幻覚という現象を感覚の秩序に分類することによって哲学的伝統は感覚の誤謬についてのスコラ的問答の中でこの現象に与えたあの全く神話的な効力をここでまた再び蘇らせたにすぎない多分このような理論的混乱の目録にいつもあるような幻覚が現象の分析の過程におけるこうした正真正銘の見通しを説明してくれるだろうがそれはまた 今なお少なからぬ認証医たちの中に根強く残っているこの問題に対する同じような誤った態度を許してもいるるのであるここで心象の問題について考えてみようこの現象は具体的な事実の豊富な点から見てあるいはまたその機能の複雑さから見ておそらくあ心理学において最も重要な現象であるがこの場合この複雑さは情報機能という言葉によってなされない限り一言で理解しようとするわけにはいかない。 この言葉に対するいろいろな意味の受け取り方は俗語風のものから古代語風のものまであってある事件についての観念ある印象の刻印ある観念による組み立てなどをそれぞれ示しているけれどもこのような受け取り方は対象の直感的形態やエングラムの成型的形態や発達の生産的形態などとしての心象の役割を実際にうまく表現している。 その途方もない現象はその問題が精神の現象学から生物学にまで渡たっていてその作用は精神の諸条件から始まって何分にも嫌疑を受けることがないようなある深みを備えた基質的決定論に至るまで影響を与えているがそれは我々の目から見ると連合主義にあってはその錯覚機能に還元されてしまっている。新種は体系の精神に従ってそれが現実を確実に表す程度が少なくなるに応じて弱められた感覚と考えられたので。 当然感覚の小玉や影として受け取られそのことから感覚の名残「心象の,のポリープ母体」としての精神という連合主義に特有の構想は純粋に刑事上学的な規制を肯定するとして特に批判されはしたけれどもこの構成に特有の非常識はそれが心象に押し付けた出自主義的な貧弱化のうちにあるのだということはあまり注意されなかったのである。 事実、非常に多くの精神現象がこの学科の構想においては何も意味しないものと見なされているこのことは多くの精神現象をどのような思考性も現象学的に見るならばその対象に雇用なものであるということを心得ている本物の心理学の一つの枠から除外することになろう。連合主義にとってはこのことは多くの精神現象を意味のないものと見なすことに言い換えるならそうした現象を無視という無の中にあるいは不対現象という空気の中に投げ捨てるのと同じことになるわけである。 このような理解はどうしても精神現象の中に2つの秩序を区別することになるつまり1つは理性的な認識の作用という事件において現れてくる精神現象でありもう1つはこのほか全ての精神現象すなわち感情信念妄想同意直感夢なのである最初の方は精神現象の連合主義的分析を必要とするが後の方はある種の決定論によって説明されなければならないこの決定論は精神現象の外見には無関心であって 物質的な対象の裏付けや生物学的な目的の関係にこれを復讐させるという点からいわゆる気質的な決定論といわれるものであるそれゆえ精神現象に対してはそれに固有の現実は全然認められないことになるつまり本当の現実に所属していない精神現象は錯覚の現実しか持たないわけなのだこの本当の現実なるものは既存の科学にとっては値打ちのある 身分保障書の体系言い換えると物理科学にとっての,の確実性のある機構それに自然科学にとっての実利的な動機が加わっているそうした体系によって構成されている心理薬の役目とはたださまざまな精神現象をこのような体系に服従させることでありまた体系の認識の基礎となるようなさまざまな現象自体をこの体系によって決定しながらこれを検証することなのである。 このような心理学が一つの科学ではないというのもそれがこのような心理に従属しているからに他ならない。心理学の心理と心理の心理学我々の科学をここでよく理解していただきたい。我々は科学を心理を知るには及ばないというのを指定して逆説をもてあそんでいるのではない。しかし我々はまた次のことを忘れているわけでもない。 つまり真理は一つの価値であってこの価値は人間の限られた経験が現象学的にそのあとをとどめている不確実性に対して応えるているということさらにまた真理の探求は歴史的に見るならば神秘主義者の情熱やモラリストの規律神秘伝授者の発見や苦行者の行儀などを安などを狂犬の名において鼓舞していることである。 このような探究は証言の中でも特に心理の優位性を文化全体に対して押し付けることによってこれまでは科学にとって一つの存在条件であったし今でもそうであるような精神的態度を作り出したしかし特定の価値の中にある心理は科学の秩序には無関係のままにとどまっているつまり科学は心理との同盟関係を誇りとすることができるわけであってそれは心理の現象や価値を対象として立てることができるそしてそれはどのようにしても そそれれのの目的のためめに真理をとと認めることはできない。もしでもここに何かの策略が姿を現すようなことがあったならばしばらく立ち止まって真理の体験された標識に注意,をめて注意を止めていただきたいしまた現代の物理学や数学の到達しためまいを起こさせるような相対論の中では何がこのような標識のうちの最も具体的なものによって生き延びているかを自問していただきたい。つまりその問いは、 神秘的認識を試す確実性や哲学的自弁の基礎である名称やさらには経験合理主義的構成の穏やかな要請である同一律ですらも一体どこにあるのだろうというものである我々の判断の及ぶ範囲を超えて人は学者が「虹は例えば」の話真実であるのかどうか自問しているなどと言えようか学者にとって大事なことは 単にこの現象がある種の言語精神の次元の条件によって伝達可能であることまたある種の形式経験の次元の条件によって登録可能であることそして科学がその取り扱う固有の対象のいくつかをそこにおいて統一できるような象徴的な同一化の連鎖合理性の次元の条件の中にこの現象を何とか押し込めることなのである19世紀末の物理通学的理論はまだ非常に直感的でそれ以後になって退けられたような 基礎の上に上に立っていたことは認めなくてはならないがこのことはそうした基礎のうちにこの理論の驚くことの多散な性格を実態として立てることを可能にしこのようにして真理の観念の中に含まれる主条件を認めさせようとする目的を持っていた一方この科学の実践的な面における成功は自明という現象に少なからぬ関係を持っている幻学的な影響力を大衆に対して震わせることになった こうして科学は一般の大衆の間には科学万能主義と呼ばれる新しい偶像を前にしてそれに盲従する傾向を生み出したし所生の間には彼らが科学の真理はいかにその囲いの依存しているかを知らないためにせっかくつかむことができる現実的なものまで既存してしまうような学者ぶりを生み出したりしたけれどもやはり真理の情熱に最後の目標として役立つには有利な立場にあった。 連合主義の心理学者が知るという行為と知る者としての自分の活動とにもっぱら興味を注ぎながら結局は犯してしまったのもこの既存であってそれは自然的であるために生命ににととっっててももも人間にとっても少ななかららぬ不幸な結果をもたらしたしのである。これによく似た観点が実際に医者に対して心理,や心理的現実に対する驚くばかりの軽視を無理強いしているがそれによる悪霊は現実 現在では学校組織全体の支援によって動かないものにされておりそれは例えば観察の不公平のうちにもアンジシというような概念のアンジシピテアティズムというようなよう,ような概念のでっち上げのうちにも現れているのであるしかしこのような観点が型通りの否定として最も鮮やかに現れてくるのは医者つまり個人生活の特に選ばれた実際専門家の中であるからこのような観点自体の否定がやってくるのもやはり医者から聞 医者からに違いないなのであるしかもこの否定はほぼ同年代にあの意識の直接所有についての私弁の中で花開いたような純粋に批判的な否定ではなくそれが新しい実証性の中に裏書きさ,せされるという点において効力を持った否定なのである古い人はこの生産的歩みを進めていた彼がその時点の中で明言しているようにおそらくは治療に対する心遣いがそう決心させたのである言い換えればこの否定を技法の副次的段階に追いやって満足している人々とは反対に 人間の現実の理解そのものをこれが否定をもっぱら変形させてるからにはどうしても承認しなければならないような一つの活動が操作させたのであるフロイトの方法による革命現実に従うというフロイトの態度の最初の現れは人間の精神現象の最大多数が明らかに一つの社会関係の役割に関係を持っている以上 この事実がから出発して最も広範な接近を可能にする手段、言い換えるとこうした現象についての主体自身の証言、それを締め出してしまうのが理由がないことを認めることであった。それに当時の医者は病人の証言が彼にとって原則的に追放されてしまっているという事実を、もしも彼が自分たちの奥権が貴族なものであるのをそこに認めなければならない、苛立ちでないとしたら、一体他に何を根拠として持ち出すのだろうと疑ってみることもできる。 ここのことと、は事実だと例えば博識化のそれのような高度に分析された抽象能力によって導かれてきた文化全体に共通した態度なのであってここでは心理学は医者にとっても病人にとっても錯覚を起こさせるものという意味の創造的なものの領域であるそれゆえ現実的な意味作用を持つものすなわちつまり兆候は上辺だけ心理学的であ,るすあるよりうるに過ぎないし UC 性質がはっきりと現れるようなある種の兆場を描いた特徴のために 精神生活のである。フロートは病人の証言を値落ちのないものにするのはこうした襟分け自体であるのを理解するもし精神的な諸反応に固有の現実を認識したいのならそうした反応のうちから襟分けるという行為によって始めるのではなく襟分けないという行為によって始めるべきであるそうした反応の能率を図ろうとするならその連続を重視しなくてはならない。 確かに物語によって諸反応の連鎖を復元することが問題とされているわけではないが証言の契機自体はひと,たびそのひとたびその言葉の全体性が要求されそれが物語の連鎖から解き放たれた時には諸反応の意味のある部分を構成することができるこのようにして精神分析の経験と呼べるものが形成されるその最初の条件は非排除の法則という言葉で表現されるが それは自ずと理解されるもの全て日常的なものや平凡なものや自由に値するもののために取っておかれた関心の次元にまで引き上げることである。しかしこの法則も第二の法則あるいは非体系化の法則がなくては不完全である。この法則は不統一を経験の条件として認め精神生活の廃物全体に意味作用の推定されることを認めるのである。つまり、ののき、虫の知らせ、無双 錯乱した妄想や意,味意識明晰な妄想などのような学校の心理学では,は無意味としか受け取られない表彰ばかりで,かりでなく言い,い誤りや失策行為のように完全な否定的な性格を備えているために言うなれば身分を持っていない現象に対してもそれを認めるのである以上の二法則はむしろ経験法則といった方が適切であるかもしれないが最初のものは ピションによっててて取り上げられていてフロイトではこれらの法則が当時流行していた概念に従って自由連想法となって一つに表現されているのを注意したいと思う。精神分析的経験の現象学的記述地上技術の要素となっているのもこの経験そのものであるが医者はいくらかでも理論的感覚を持ち合わせていれば経験や観察に対してもたらすものを定義したいと思うのであろう。 その場合、もしもあまり単純すぎて一見すると思考から隠れてしまいそうな関係があって探究の中でそういう関係の出現に応えてくれるような競技的形式がそこに存在しているとなれば彼は一度ならず驚きに打たれるはずである。この経験から直接与えられるものはまず第一に言語という性質を持っているがこれはある一つの言語であり言い換えると一つの記号侵入である。これが意味するものについて心理学者がこれを認識の主体つまり主体の思考に帰する時 問題はどどれほど複雑であろうか主体の思考と言語との間にはどのような関係があるだろうか主体の思考は単に一つのただし隠れた言語に過ぎないのだろうかあるいはまたその言語に純粋な形式の定まらない思考の表現に過ぎないのだろうかこの問題の2項の公約数は言い換えると言語がそれの記号であるような統一性というものはどこに発見されるのであろうかそれは例えば名詞とか動詞とか副詞のような単語の中に含まれているのだろうか そのの歴史的な厚みの中にだがなぜそれに音声学的な形を与える規制の,の中ではないのだろう哲学者や言語学者さらには精神物理学者や生理学者などが我々に誘い込むこの迷路の中で一体どうやって選択したらよいのだろうかそれ,を今それを一層基本的な性質を持つものとして認めるに従いますます神話的な性質を持って現れてくるような一つの参照点をどうやって選択したらよいのだろうか。 だから精神分析者は言葉の経験言語の経験をそれが負けずにする立場つまり話し相手の立場から切り離す前とすると言語はあることを意味するより以前にある人に対して意味を持つものだという単純な事実に突き当たるのである。彼が目の前に行って耳を傾けているというただ一つの事実によって話をするこの人間は彼に向かって話しかけるわけだししかもこの話をする人間はその話に対して無理やりに意味を持たせまいとするので。 あとはこの話をする人間が彼に話したいのだという事実が残されるこの人の話すことが実際に何も意味も持たないことはあり得るだろうがこの人が彼に話したという事実は一つの意味を隠し持っている聞き手がその意味を感じ取るのは答える運動のうちであるが彼はこの運動を中断することによって話の意味を了解する彼はこうして社会関係から来る一つの緊張を表現しているさまざまな意思例えば権利要求の意思処罰の意思 食材の意思論章する意思、思、論するあるいは純然たる攻撃的な意思などのうちの一つを認めるわけである。意思でこのように了解されると言語がそ,それをどのようにして伝達するかが観察される。これは2つの方法に従っているがそれについてはやに富んでいるその1つは話が体験されたものから運ばれるあるものの中で表現されるのだが主体によって理解されていない場合でこのことが起こるのは主体が表現の精神的な匿名性を引き受けている間であり これは象徴の形,形式であるもう一つは話が体験されたものについてはっきり断言するものの中に表現されているが主体によって否定されている場合でこのことが起こるのは主体が自分の考えを体系づける間でありこれは否定の形式である。意思はこのようにして経験の中において表現された限りでは無意識的であり抑圧された限りでは意識的であるものとして確かめられる。しかしながら言語は社会的な表現,現機能から接近されるけれども 意思の中で意味を担っているその統一性と、思考に逆らって承認し、思考に対して嘘をつく主観的な表現としての構成力を持った曖昧さ等を一度にさ,さらけ出すのである。経験がここにおいて現象学的な深まり深まりに対して提供するこのような収穫は、意識の特に病的な意識の理論全体にとって指導的となるような性質に恵まれているから、その不十分な認識はこの理論の大半を力のないものにしてしまう。 ここのことをついでに注意して,くてれどもだが経験の分析を続けていきたい危機的はここにおいて話し相手の位置に移るわけである患者は初めは暗黙のうちにしかしすぐにはっ,はっきりとこの役割を受けまつよう相手をそそのかす精神分析者はそれにもかかわらず無言のまま顔の反応まで隠して身体はほとんど見られないままに辛抱強くこの役割を拒むこのような態度がモノローグ・読語をやめさせるような指揮はないのだろうか 患者がそれを続けているのは経験の法則のおかげであるが患者は現に間違いなく目の前にいる聞き手に向かって話しかけているのだろうかあるいはむしろ今この時点で想像的ではあるがずっと現実的な誰か他の人間例えば記憶の幽霊や孤独の承認や義務を課す立像あるいは運命の伝達者などに話しかけているのだろうかしかし聞き手の拒絶に対する反応そのものを通して患者は聞き手の代用を務める心象を次第に明らかにしていく彼の懇願呪相 暗示、調圧策略、あるいは彼がそれによって聞き手に狙いを定め分析者の方では、まあ、はっきり記入している平然として平然としているけれども無感覚ではない医師の動揺そのようなものを通して患者はこの心象のデッサンを聞き手に伝えるのであるしかしこのような意思が対話の中で一層明確になるにつれてそれは患者がこのような意思を支えを強めそして息を吹き返させているような証言と交じり合う。 つまり彼は患者はこれによって彼が苦しみを受けている等のもの、彼が今打ち勝とうとしているものを言葉で表す。彼はそれによって彼の失敗の秘密や人の成功を打ち明け、彼の性格や対人関係について判断を下す。こうして彼は自分の行為の全体を分析者に知らせるのであるが、分析者自身も彼の行為の短い時間の承認であって、そこに彼の行為の悲観のための一つの基盤を見つけ出すのである。 ところでこの行為がこうした批判の後で分析者に示すものは何かといえばそれは心相が一方では現実的なもののうちに出現するのが見られるとともに他方ではここにおいて永続的に働いているということであるけれども誓願が言語的な形を取るにつれてその証言は証人に向かって行われる訴えによって量が増大するからここで分析者の発見はまだ終わっていないのである。今や患者が彼の話の波紋に投げつけるのはただ問題の外にあるように見える物語であり うっかりした事件、祈り話の元になる記憶の断片そして特にバーバラになった事件の間で彼の幼年時代から浮かび出てくる人々であるしかしまた分析者がこの心象そのものを再発見するのもこれらの人々のうちであってこの信州は分析者がその指板によって患者から出現させたり患者の中に刻印されたその痕跡を認めたりしたものであるがこの信州はまた常年を誘発させたり圧迫を加えたりするがゆえに 分析者の方では確かにそれが人間の本質としての性格を持っているのを知っていてしかも分析者自身も患者に対してそのような働きかけを行っているのでその特徴的な性格が彼の目から逃れているのである。分析者はこの特徴的な性格を例えば父親とか母親あるいは全能で優しい一面恐ろしく親切な一面処罰を与える大人または兄弟とか自分の鏡であり仲間であり競争相手の子供、もそうした人々の面影つまり家族の面影の中に発見する。 しかし患者がその行為によって出現させまた絶えず再生産されるこの心象そのものについては子葉の二重の意味において彼はそれを知らないつまり彼がそれを自分のものと見なしていようと言いまいと彼がその行為の中で繰り返し口にすることを実はこの心象が説明してくれ,くれるのだということを知らないもう一つ彼がこの心象の表現している記憶を呼び起こす時彼は心象の持つこの重大性を無視している点について知らないのであるところで分析者がこの心象をすっかり認知する間 患者は自分の追いかけている口論によってこの役割をすっかり分析者に押し付ける。この状態から出発して分析者は患者に及ぼす彼の行動のために彼が自由に発揮したしたい能力を引き出してくるそこで実際に分析者は患者がそれをもてあそんでいるか肉体化しているかさもなくは認識しているかに応じて患者の中でそれぞれ違った結果に向かって確定する心証について彼にその統一性の意識を持たせるのを目的として働きかけるのである。 我々はここで分析者や彼の干渉の過程でどのように振る舞うかについては述べないつもりである。彼は,干渉による彼は解釈による知的な解明と定員による感情的な操作という2つの領域に沿って行動する。が、これらの時期を定めるのは技法の問題であって、これは患者の反応の結果からそれを決定する。また、その速度を調整するのは起点の問題であって、これにより分析者や反応のリズムを知らされるのである。ただ、次のことだけは言っておきたいと思う。 患者が心象の再構成される経験や体験された事件を追求していくに従って行為は単にその暗示を表現するのをやめ記憶は現実的なミスを取り戻すそうすると分析者は自分の能力の終末を認めることになるが彼の能力はそれ以後証拠の収束と人格の完成度によって無用なものになるのである経験の客観的価値についての議論以上が精神分析を形作る連続した職営の中で 起こる事柄について我々が与えることのできる現象学的技術であるそれがまさしく錯覚を解消させるという成果を持つのでなかったならばそれは手品師の仕事だと人は我々に向かって言うであろうその治療的な働きは反対に本質的には二重の運動として定義されなくてはならないはじめ拡散してバラバラであった心象はこの運動によって交代的に現実に同化されやがて全身的に現実によって分解される。 言い換えるとその固有の現実の中に回復される。そしてこのことはこの現実の効能を立証する働きである。しかしながらそれは確かに錯覚を起こさせるような単純に技術的な仕事ではないにしても客観性とは正反対の条件に基づいているために科学的な観察にとっては一番不利な経験のようなものだ。と人は我々に向かって言うかもしれない。というのも我々はこの経験を観察者と対象との絶え間のない相互作用として記述しな,し述しなかったからであるが、 事実患者がその意思によって観察者の知らされているのはこの相互作用であることを伝達するのは運動自体の中であって我々はこの方法の本源性について固執さえしていたけれども反対に患者は彼自身と心象との間に自分から促す動画作用によってそもそもの初めから彼,彼の中で心象の機能を逆転させ,させてしまうところで患者が心象をそれと突き止めるのはただこうした逆転の進行そのもののうちであり 我々もまたこの進行過程の公正的な性格を隠そうとしなかった。このような参焦点の不在は、観察のために行う主観的な運動自体の寛容を観察される体験の中に固定させるけれども、この主観的な運動は他の至るところで誤尾の副根源として、またおそらくは健全な方法に対する挑戦として排除されているのである。さらに加えて、人がそこで目撃できるのは良い関連に対して行われる挑戦であると言わせていただきたい。 観察者は彼が我々に報告する観察自体の中でも彼が自分自身によって負けずにするものを隠すことができるつまり彼の発見したものに対する直感は一方では妄想という名を持っていて我々としては彼の洞察力の押しつけかましさがどのような経験から生じてくるのかをそれとなく見ることによって悩むわけであるおそらく真人の発見される道筋は謎であろうし夢の中でそれを見たとか何か些細な偶然でそれに出会ったとか告白するような数学者たちさえいたのである。 しかし彼の発見は思考の純粋性に最もよく適合した運動によってもたらされたものと説明するのは折り目の正しいことなのである。科学はシーザーの妻のように疑いをかけられるようなことがあってはならない。その上学者の良い評判が危険にさらされなくなってからすでに解き久し。い。自然はもはやどのような人間の姿を借りても解き明かされることはないだろうし科学のそれぞれの進歩は自然から類人縁的特徴をすっかり拭い,さ拭い 消消ししし去ってし拭い消してしまってていまたのである我々はこのような疑義が感情的抵抗からうっかり外に漏らすものを幾分かの皮肉を持って処理することは可能だと考えるにしてもやはりこのような疑義の観念的な効力に対して答えずに済まされるとは考えていない。我々は認識論の領域の中にさ、ま、迷い込まないでまず次のことをはっきりと言いたい。 すなわち自然科学は非常に順化されてあらゆる直感的範疇の現代的発展の中に姿を現すけれどもそれだけ必要に顕著にそれを作り上げてきた知性の構造を露見させずには置かないのである。例えばメイエルセンのような人が科学はその全過程を通,じ通して精神的同一化の形態につまり人間の認識を構成する上で非常に大きな役割を果たしていて共通の思考過程の中で反省によって再び発見できるような形態に従属していることを証明しても たとえ光という現象が参照の基準と作用の原子とを提供しようとしてそこに人間の感覚中枢との一層を大ろな関連を明らかにしたとしても以下の書店つまり確かに理想的であってこれによって物理学が人間に結ばれるのだけれども同時に物理学がその周囲をぐるぐる回っているような曲でもあるような書店この書店は我々が前に指摘したような経験に耐えることのない反省的な伝統が人間の認識に対して指定する諸軸とのこの上なく憂慮すべき対応を示してはいないだろうか。 それはともかくも物理学が例えば力という観念の中に先日めた新人同系同性論は純粋思議的ではなく侵略的なすなわち本質的に人間の意思の社会としての新人同系同性論であった同じような先日めようとする要求を今生まれつつある人類学の中に移転させることや一番遠い目標に向けて無理に押し付けることなどはその対象を認識しないことであってもう一つの次元の人間中心論を つまり認識の人間中心もまさしく表明することになるのである。人間は実際に自然と関係を持ち続けているがこの関係は一方では同一化の執行の固有領域によって規定されもう一方では機械や人工の道具の使用によって規定されている。人間とその同類との関係はもっとはるかに直接的な手段によって生じる。と言って我々は今ここで言語活動のことを示すつもりはないしその起源がどのようなものであり人工体験の特徴とな備えた。 構造のの中にある基本的的な社会的小産物のことを指すつもりもない。我々は社会的集団に,社会的集団に特有であって次のような事実のうちに全く直接的に現れている感情的な伝達について考えているのであるそれはつまり人間が開発するのはその同類であって彼が自分を認めるのも同類のうちにおいてであり彼がその最初の数年のまさしく特別な生命にとって重大な苦悩を永続させる消すことのできない心理的絆によって結びつけられるのも やはりこの同類だという事実なののである。この関係は狭い意味で認識の基礎となる関係に対立して共同自然状態コンナチュラリティの関係として置かれる。我々がこの用語にとって関係したいのは動物とその自然環境との心理的関係を全体的に特徴づけそれを通してこの関係が人間における同様の関係を区別されるような一層直接的相対的順応的な形態と そのの関係との相性である。我々は動物心理学がこの点について教える意味をもう一度考えてみたい。それはともかくも調和的な関係によって人間と結ばれた世界について人間の持っている観念は自然についての神話が持っている新人同型性論の中にその基礎が見いだされると考えてよいようだ。この考えによって書き付けられる努力が実現されるにつれこうした基礎の現実は絶えず規模を拡大していく自然の逆転の中に現れるが。 つまりそれは優勢の人間化ということであって言い換えれば人間の自然とは人間の人間に対する関係であるという意味なのだ。心理学の対象は本質的に相対論の用語によって定義される。心理学がその小指の対象と研究方法と明確にできるのは人間間間の諸関係の持つこのような特殊な現実の中である。この対象と方法とに含まれている諸概念は主観的なものではなく相対論的なものである。 これらの概念は根本的に新人同系同性論の性格を持っているのだから先に述べたようなその広がりが動物心理学にとってもはっきり承認されるならば心理学の一般的形式の中で展開されることが可能であろう。なおある研究の客観的価値というものは運動の現実性として言い換えれば運動の展開の効果によって説明される。フロイトが他のどのような心理学からも区別されるような,されるような純粋さを持たせて 現象の到来のために明らかにした方法の優越性を最もよく実証するものは心理学の現実の中でそれを他のあらゆる心理学より先端に赴かせている驚嘆すべき最,最善部分,部分なのである我々はこの点に関して本論文の第2部で明らかにしようと思っているそれと同時に心象という観念についてフロイトの行った天才的な使用法についても明らかにするつもりである。 彼が「今後という用語を使って心象を一般的な直感の混乱状態から完全に区別をしない場合でもそれはこの言葉の具体的な有効性を見事に適用するという目的を持っていてその場合直感記憶発達の中でのその報告者としての機能はすっかり保持している彼は経験の中に同一化の過程を発見することによってこの機能を明らかにしたつまり同一化は部分的で暗中模索的な禁止形式が特徴となっている模倣の過程とは異なり これに対して単に一つの構造の全体的な動画として対立するばかりでなくこの構造がまだ区別できない状態で含んでいる発達の潜在的な同化とししてても対立している。それへ幼児はあるいくつかの感情的な状況を例えば集団の中にいる二個人の特別な結びつきのようなものを成人に比べてはるかに直接的な洞察力によって感知する成人は心理的に区別する能力をずっと多く備えているにもかかわらず 実際には人間的認識の点でも諸関係の処理の点でもこうしたものを検閲する因的な諸項目によってて抑えられているしかしこれらの項目の不在が幼児に対していろいろな記号・真意を一層よく感知させることによって彼に役立つことは状況の本質的な意味を一挙に洞察させることによって幼児の精神現象の現象的な構造が彼に役立つことに比較すればまだ少ないのであるしかしこのことが利点の一切というわけではない 幼児はさらにまたここに表現されている社会的な相互作用の後に彼が豊かに発展させていくような廃止を意味の豊か,さ豊かな印象によって得ていくのである人間の性格がその記憶の限界をなす年齢以後に働くことをやめてしまった両親への同一化を依然発達させることができるのもこのような理由からであるこうした心理的密筋によって伝達されるのは個人の中に彼の人間関係の特別な形態を与えるような所得調別の言葉で言えば人格 ペルソナルティであるしかし人間の行為がこの時反映するのは単に往々にして一番隠されているものの中にあるこれらの特徴ばかりでなく両親がかつてそこにいた時の現実の状況であってそれは例えば夫婦間の争いとか服従というような状況でありこの状況が生み出された時両親は同一化の対象だったのである結局このような過程から人間の個人的な行動にはいくつかの心理的関係の痕跡が刻まれていてそこにはある社会構造が あるいは少なくともこの構造の中で4年期の最初の数年間を特にシェアしている星回りが表現されているのであるこれらの基本的な心理的関係は経験に対して明らかにされまた複合「コンプレックス」という用語のもとにこの学説によって定義されたこの用語にはこれまでのところ人間の行動の研究にもたらされた最も具体的で豊かな概念を認めなければならないがこれはその時にまでに不完全であると同時に不毛なこの領域の中で明らかにされてきた あの本能という概念に対立して置かれたものである例えこの学説が実際に複合を本能に基づいて考えていたとしてもこの理論は本能を基礎とするよりも複合によってよ一層よく解明されると思われる複合の道を通して最も広い行動の統一性を与える心象が精神現象の中に形成されるのであるが主体はただ一人の俳優としてこの神これらの心象の闘争のドラマを演じるために心象と同一化するのである この喜劇は笑いと涙の兆候のもとに意思の天文によって位置を与えられるものであるがそれぞれの個人が即興的にこれを演じるという点においてまた確かに才能によってではあるが同時にあらゆる生命の不完全さから来る心理的法上を表しているかに見える逆説的な法則によって個人はその喜劇をつきなめなものにもするし高度に表現力のあるものにもするに通という点においてちょうど即興喜劇コメディア・デル・アルテのようなものである。 またそれが典型的な筋書きに従ってお決まりの役によって,演じ,て演じられるという点から見てもまさに即興喜劇である。我々がそこで見ることができるのは民間伝承やおとぎ話や子どもや大人のための芝居などが典型化した人物たちであって例えば人喰い老婆夢中千々さん主戦度、威厳がある人物などのような複合が実に深い知恵を,深い知恵をたたえた名前によって表現している人物たちである。 そしてこのような仕事のもう一方の面に我々,我々を向けてくれるような心境の中に人はアルルカンの姿を認めるであろう我々はフロイデズムの現象学的経験を実際に強調した後で今や彼の調信任役の師範にたどり着いたこれはまさしくリビドーの観念の導入から始められる フロ動トの心理薬は事実無効密に近いほどの大胆さを持ってその機能法を推し進めていくのであるがそれはこの侵入薬が我々の文化の中で決定されたものとしてそれだけを切り離して考えるような人間の間の関係からその基盤であるような生物学的機能にまで遡ることを主張しているつまりこの侵入薬は性欲の中にこの機能を指定しているしかしながら学説の中ではいつ,でもいつも混乱しているリビドという概念の2つの使われ方についてはっきりさせておかなくてはならない 一つは諸現象の同質性を定めるエネルギー概念として使われていてもう一つは諸現象を質量に着せしめる実体論的仮説として使われている我々が仮説を実体論的なものとして示し有物論的なものとして示さない理由としては質量の観念に耐えることは単に一つの素朴な形式であって本当の意味の有物論によって乗り越えられているからであるそれはともかくフロイトが行動の明らかにフロイトが行動の明らかに する無限に多様な消化の基礎を指定させたのは、人間の性機能の新陳代謝の中である。この仮説は心理薬の小有の領域の外にあるように思われるので、我々は今これについて議論しようとは思わない。しかしこの仮説が、資本質的な意味を備えた臨床面での発見に、つまり訓練、タイプ、性機能の位置を、数多くの態度、それに心理的証拠などの間に絶えず表現される相関関係の発見に基礎を置いていることを,いいことを強調したいと思う。 さらにまたこの仮説が展開される規制は連合主義の規制とは大いに異なって観察の検査に差し出される事実に向けられていることも付け加えたいと思う。リビドの理論が例えば幼児の性欲が肛門組織化の段階を得て性愛的価値を排泄物や排泄機能に与えると実際に主張するならばこの関係は幼児の中にそのようなものとして示されるちょうどその場所において観察されるのである。これとは反対にエネルギー概念としてのリビドは 信証は行動の中において与える活力ディナスミ・ミクの間の同質性に関する象徴的観念に過ぎないそれはこのようなものがなければいかなる科学も成立不可能となるような象徴的同一化とか合理的秩序に必須の実態などの条件そのものである心象の効力はこの記号法によっていまだに軽量の単位に着せられることがないにもかかわらず既に性あるいは負の記号が備えられていて 信証がいわば二重表量の方法,方法によって行う平行を元にして表現されることができるのである。このように使われたリビドの観念はすでに超心理学的とは言えない。それは実証的知識に向かう心理学の進歩の道具である。例えばリビドの投資という観念と長時間の構造と同じくらい具体的に定義される一つの構造との二つの組み合わせは、道徳意識の理想的な定義という面からもいわゆる反射、 模倣の反応についての機能上の抽象概念という面からも一つの進歩を象徴しているがこれに比較されるものといえばただ自然科学において重さや軽さの量的範疇の代わりに使われる重さ対容積比重のような比の導入がもたらした進歩だけである実証的測定の要素はこのようにして相対論の定義や客観化させるのを可能にしたような心理的現実の中に導入されたのである この測定は力学的な性格を持っているあるいはまた欲望の諸事実に対して相関的であるそれゆえ一つの尺度が人間の中に彼が関わりを持っている対象を立てることによって定められるそしてこれは特に心理学が認識の立てるような現実を原理的に想定しているような場合には感情や衝動の異常愛着と反発の特異質恐怖症や突然の恐怖ノスタルジーや不合理な意志、 個人的な詮索壁や特定の対象の収集壁、観念の創造力や行為の適性など、一つの謎として残る驚くほどの多様性を持った対象を立てることによって定められるのである。一方、人格を構成する創造的持ち場と呼ばれ得るものによって一つの割り当てが限定されるけれども、この持ち場には発達の報告者としてずっと以前に遡って歓起される心象が割り当てられ、同時にそこには心象がその方に従って組み立てられる場所ともあっている。 つまりこの持ち場とは S 自我それに長自我の倉庫にして二次的な神経であるここで2つの質問が予想されるその1つは関わりを持つ対象であるこれらの心象を媒介にしてあまねく人間の認識が与えられるこの現象がどのように構成されるのかというものでありもう1つは主体の典型的な同一化を媒介として主体がそこに自己を認める私がどのように構成されるのかというものである フロイトはこの2つの質問に対して超心理学の領域の中で一通り新たに回答している。彼は現実原則を仮定しているけれども我々の仕事の目的は彼の学説によってこれを批判することである。しかしフロイトの学説をもって新しい心理学に協力している諸研究が心象の現実や認識の諸形態に関してもたらした結果を我々はあらかじめ検討してみなくてはならない。それは我々の第二の論文の2つの部分において見られるはずである。